改めまして御社のサービスご紹介いただけますでしょうか。はい、ユカイ工学はですね、ロボティクスを使った製品の、企画から開発製造販売までを自分たちで手掛けているスタートアップ企業でして、まあちょっと可愛くて癒されるようなそんなロボットの製品というのをいくつか販売させていただいております。あえてその可愛いっていうところに行った理由っていうのはありますか？単純に効率化されるとか便利なだけではなく、人を愉快にさせる要素というのを、が重要だと思っています。ロボットに興味を持ったきっかけっていうのを伺ってもいいですか？中学生の時にですね、ターミネーター2という映画を見て、まあそこでロボットとか AI の開発をしているエンジニアにすごく憧れたっていうのがですね、最初のきっかけだったんですけれども、まあ私学生時代に、起業しまして、ずっとインターネットに関わる仕事をしていたんですが、だんだんですね、ハードウェアの世界でも、オープンソース化が進んでですね、小さな企業でもプロダクトを作るっていうチャレンジができるような環境が整ってきたので、まあ、僕が長い間夢だったんです。ロボットの製品を販売するっていうのをこうビジネスとして成り立つんじゃないかなと、はい、思い始めまして、まあ、やっぱりいつかこうロボット、みんなこう世の中の人がみんな家にロボットが当たり前のようにある世界っていうのをですね、実現できたらいいなということで、ユカイ工学を始めたというのが経緯になります。長年ロボットに関わってくる中で、今までのフェーズとその今とで、まあ、今後どういうふうな展望を持っていらっしゃるのかなっていうのを伺ればと思います。ここ10年ぐらいの一番大きな出来事としては、やはりこうスマートフォンが爆発的に世界中で普及したというのが、大きな事件だったと思うんですけれども、まあ、それに伴ってですね、例えば Wi-Fi とつながるような部品だったりとか、そういった無線通信の部品っていうのがすごく安く手に入るようになったり、あとは、音声認識関連の技術というのも飛躍的に性能が上がってですね、それは、まあ、AI の技術の発達によるところも大きいんですけれども、音声認識の精度が非常に上がったり、マイクの性能が上がったというのもあって、音声認識の機能をこうすごく使いやすくなってきたというのがあって、まあ、そういった流れからですね、スマートスピーカーっていう製品が登場して、その市場がすごく広がったりしていて、まあ、僕たちはスマートスピーカーもロボットの一種だと思っているんですけれども、まあ、そういったロボットの技術を使った製品っていうのが今どんどん広がりつつあるなというふうに思っていて、まあ、今後ですね、どうやって家庭の中で受け入れてもらえるようなものを作るかといった時にですね、やっぱりスマートスピーカーだけではなく、の機能だけではなくてですね、やっぱりこう可愛らしくて一緒に、いたくなるような、触りたくなるような、そんなデザインっていうのもすごく重要だと思ってますし、あとは、今、ウェルビーイングっていうことがですね、まあ、コロナの影響もあると思うんですけれども、非常に重要視されてきてる中で、ロボットが非常にですね、そのウェルビーイングに役立てるチャンスっていうのが、どんどん広がってきているな、というふうに思います。